大神岳は、長野県松本市と岐阜県高山市にまたがる、飛騨山脈南部に位置し、槍ヶ岳の南側に対峙する標高3101メートルの山。山名は、軍獣がこの付近に集まって、山荘を貪り食らったことにより、猟師の間で、大神と呼ばれたことに由来するとされる。山域は、中部山岳国立公園に指定されている。槍ヶ岳は、東西南北に稜線を引き、北鎌尾根、東鎌尾根、西鎌尾根と呼ばれ、南側は鎌尾根とは呼ばないが3000メートル以上のピークが連続する稜線を引き、途中、大神岳、中岳、南岳があり、大木列島を経て、穂高連峰へと続く。これらは漂食による、建国地形と地盤の隆起の結果によるものである。大神岳は3100メートルを超え、日本で10位の高峰であるが、槍、穂高連峰の一方で、付属的な山とみなされ、百、名山などに名を連ねることがない。北側に間近に、槍ヶ岳を望む。1909年8月に、鵜殿正雄らのパーティーが、上条嘉門次と同行し、奥穂高岳から槍ヶ岳へ縦走する際に登頂した。山頂付近は、森林限界の砂礫地でライチョウの生息地で岩梅、岩木峡、蝶の助草、洞爺林道、ミヤマキンバイ、ミヤマシオガマ、ミヤマオダマキなどの高山植物が周辺で見られる。飛騨の越道標上高地の横尾山荘から槍沢を登り、槍ヶ岳山荘を経て、稜線を南側へ縦走して山頂に至る。また新穂高温泉から右又林道に入り、白出小屋から槍平小屋を経て、右又国、飛騨沢を登り、日本一高い峠である、飛騨乗越を目指して稜線から南下するコースもある。周辺には多くの山小屋がある。最寄りの山小屋は、山頂の北600メートルにある、槍ヶ岳山荘である。飛騨山脈の主稜線にある。広い山頂は20稜線となっている。北側の槍ヶ岳との暗部が、飛騨乗越と呼ばれている。東斜面に、建国地形がある。西側の抜戸岳から望む大神岳周辺の山以下の源流となる以下の河川は日本海へ流れる。飛騨乗越が槍沢と飛騨沢との分水嶺となっている。ありがとうございます。